お疲れ様でございます。林と申します。本日もご視聴ありがとうございます。さあ本日も番外編でございます。本日2回目のお寿司を紹介させていただきます。南房総で知らない人はいないと言われています名店中の名店、大徳屋さんにお邪魔いたしました。大徳屋さんは明治創業の老舗中の老舗、地元民はもちろんのこと県外からのリピーター、さらには著名人のリピーターも多い超人気店でございます。今回私欲張りました。大将のおまかせ握りと季節限定数量限定要予約の花チラシもいただいてまいりました。握りもチラシも絶品でございました。南房総市大徳屋さん、早速ご覧ください。どうぞ。南房総市南千倉海水浴場付近にやってまいりました。今回お邪魔する大徳屋さんは住宅街を入った一角にございます。とても衛生的な落ち着いた店内、奥にはお座敷席もございます。このネタの書いた木札、テンション上がりますよね。大将の一押し、本日のおまかせ握りをオーダー。見てくださいよ、この景色、絶景なり。大将の栗原さんが厳選した地魚を中心としたネタの数々、ずっと見てられる、美しい。そしてこのカニ汁も嬉しいですよね。しっかり味噌も入ってます。熱々のカニ汁からいきましょう。カニの出汁がもう出まくり、繊細かつ上品。うん、ほじるしかない。あまりのうまさに一気にいってしまいました。さあいざ握りへ参りましょう。でもどこから行きますか。見るからに新鮮な地アジから行きます。うますぎ献身。お次は天然ヒラメ。この照り具合がたまんないですよね。脂のってます。歯ごたえも最高。さあこちらは西貝の地酒蒸し。こちらもまた楽しい歯ごたえ、口の中に磯の香りが広がります。さあ軍艦を連チャンでいきましょう。子持ちヤリイカとトビウオの卵、うまそうだ。うわこのプチプチ食感もやばい。そして海苔もちゃんとうまい。さあここで厚焼き卵を挟んでみましょう。これはもう言わずもがな、うますぎ献身。代々守り継いでこられた歴史を感じる味。
さてと後半どう攻めてまいりましょうか。綺麗な天然スミイカいきます。イカの甘みがやばい。で、梅肉めちゃくちゃいい仕事してます。稲田とワラサの間、天然三泊いきます。やっぱ天然物は違いますね。油も乗ってます。さあみんな大好き生ウニいきます。もうこれ絶対にうまいに決まってるんですよね。やっぱりうますぎ謙信、ウニの甘みやばいです。もう残り4貫になってしまいました。熟成マダイ、漬けダレ飲みたい。そして生き締め島味イクラのせ、鮮度抜群です。大徳屋敷にアナゴ行きます。さあラスト、本マグロの腹トロ。この刺し見てください、脂乗りすぎ。ラストしっかり味わおう。噛み締めろこの幸せを。大満足のおまかせ握りでございました。続けて3回鼻散らしいきます。さあここで大将からの特別サービス、マンボウをいただきました。珍しいですよね。でも南房総では割と一般的に食べられています。新食感、房総の隠れ名物なんです。さあ行きます。3回鼻散らし、見てください、これもまた絶景なり。美しすぎて食べるのをためらってしまいそうです。このお花がすべて食べられるんです。お花の生育によってはお出しできない時がございます。事前の予約をお願いいたします。お吸い物もついてきます。ちょっとマナーが悪いですが迷い橋しちゃいますよこれ。っていうかこれ何種類乗ってるんだ。握りと一緒で味からいきます。いやうますぎ謙信。このお花どんな味がするんだろう。苦いのかな。いや、海水や砂糖、酢を合わせた秘伝の調味液で極力苦味を抑えてあるそうです。わかりやすい説明書も嬉しいですね。いやこのお花が本当に海鮮と合うんですよ。菜の花もうまい。いやしかし花が美味しいと思う日が来るとは思いもよりませんでした。夢中で食べ進んでまいりましたが、まだなお美しいこのビジュアル。通風の大敵、ウニイクラ一気にいっちゃいましょう。口の中でイクラが弾けます。すかさずご飯。大
タケノコが入ってました。山菜もちゃんと美味しい。ずっとうますぎ謙信、ネタの一つ一つに大将のこだわりをビシビシ感じます。幸せすぎてドーパミン出まくりです。やはり最後はマグロで締めたい。はあ、終わってしまいました。うまかった。大満足でございました。帰りは事故らないようにしないとな。さあ、というわけで行ってまいりました大徳屋さんでございました。私幸せです。あえて口に出して言いたいですね。美味しいって幸せですよね。握りの方はネタも新鮮、シャリも抜群にうまかったですね。で、あの花ちらしの絵力から伝わってますかね。見た目のパンチでかなり打ちのめされるんですが、食べてみた時のあの幸福感、そしてあの花もちゃんと美味しいんですよ。なんか苦いんじゃないのかなとか、本当に花なんて食べれるのって思う方多いと思うんですけども、あの花一つ一つが海の幸とこの酢飯にねしっかりと調和してるんですよ。あのお椀の中に春の南房総が全て詰まったような、そういった一杯でございました。で、繰り返し申し上げますが、あの花ちらし、食用花の生育によってですね、入荷にかなりばらつきがあるようでございます。事前にご予約お問い合わせなされてから、お召し上がりになっていただくような、そういった形でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。南房総屈指の超人気店大徳屋さん、自信を持ってお勧めします。本日もご視聴ありがとうございました。